ックでまた並べよう。並べて、もう撮りまくってやろう。撮影班欲しい。撮影班よっしょ。もうガチな機材持ってくる。グッドラックさんみたいな、超あのボブルビに全部入れ込んで、あのやばい。じゃあ出ます。じゃあ一番後ろ行きます。よいしょ。とりあえず先頭行きます。はい、はい、信号機並びです。あ、涼しい。いいっすね、ちょうどいい。走ってるとちょっと歩行者にちょっと阻まれて今出ました。あ、はい、あ、はい、ゆっくり走ってます。了解です。追いつきました。はい、入りました。はい、わあ、この久々だ。わあ、5ヶ月ぶりのようだなこれ。確かに。しかも5ヶ月前もこの並び順だった気がする。あーですね。あ、わあ、そしてあの日も確かに天気が良かった。そうですね、あの日は良かった。あの日はね、あの日は良かったっす。ああ、いいですよな。いいっすね。素晴らしい。招かれてます。ですね。イーブリですよ。うわあ、いい景色だ。いい絵が撮れてます。いいですね。撮ってますよ。はい。はい。全体ものかな。全体ものですか。さあ、改めまして一番先頭を走るのがそらジローさんです。6R に変わりました。イエーイ。かっこいい。めっちゃかっこいい。そして真ん中走るのは毎度おなじみゴメスさんです。イエーイ。黄色いディスプレイ珍しいですよ。イエーイ。うわー、5ヶ月ぶりのこのブラザーズでレッツのゴーっす。長かったっす。長かったっす。はい、ゴメスさん、今日はシートバックずれませんか？大丈夫ですか？あ、今日はもうバッチリ。バッチリっすか？今日はもうよかったっす。ペットボトル両サイドに入れなくてもよかったですね。そういえばそうでしたね。いっぱい模様です。すげえ。ずるずる。油断してると。そう、ずれてきてるんです。ずるずるっと。もう、いい景色だ。のどかだな。いいですな。右に折れます。はーい。はい。これですかね。ですね。はい、そうですね。16号ですかね。16号ですね。あ、意外と長いんだ。思った通り、ほとんどが止まなそうです。なるほど。無駄に暴走を行きまくってるんで。感じが違う暴走じゃないですよね。暴れてる方。暴れた方って。そう、実はですね、はい、今日本当は、はい、そらジローさん復活を祝って、はいはい、そらジローさんのバイクに。はい、スパナーをつけてびっくりさせようっていうのを考えてたんですよ。おで、ゴメスさんにちょっと内緒でこう打ち合わせして、
はい、ドギーさんみたいにスパーですねって言ってもらおうかなと思ったんですけど残念ながらですね、アクセラレーターロックがもうどこもかしくも在庫切れでなかったっていう、あのどうなんだろう、22パイのやつだと売り切れで25パイのやつしか売ってなかったっていう、一番売れてるタイプのがどこもかしくもアマゾンですら在庫切れで、もうちょっと絶対もうトブロが当たったって言わそうですよ、多分そうですよね多分そうです なのでちょっと今日それができなくてちょっと非常に悔しかったんでいやもう気持ちだけでわぜひゴメスさんにスパーですねって言ってもらいたかったんですけどスパーですねいただきました声だけ使ってください、声だけいただきました素材あーなんかもうミラーに映る光景と車のボディに映る光景を見て涙が出そうですいやー本当そうっすよ、感慨深いいや本当に後ろから見てても、あの四万温泉ツーリングの時のあのジスペケ3台 の絵からこう変わってるっていうのがちょっと感動ですね、感動ですよ、本当感動ですよ、いやいいっすよ、これは俺も待った甲斐があったありがとうございます、戻ってきました帰ってきたぞーみたいないやーでも本当よかった、いや本当にね廃車になってもやっぱりこう這い上がってくるっていうのはやっぱバイク乗りですね、そうなんですよねそうなんですよ、バイク乗りのこの底力っていうかの執念っていうかあここで左です、はい、はオッケー、お、いい感じですね、この先に暴走を使えるんです、おー、暴走ですね、暴走ですね、暴走、なかなか回送ライン、回送ライン問題はさっきみたいに白バイとかがいないかどうか不安になってきましたないそうだなとりあえず後ろはクリアです、おい前もクリアです、横もクリアです、横もクリアですあ、もう入ってる感じですか、もう一応入ってます、しれっと入りましたねなかなか続いてますね、そうですね、いいですの、何もかも素晴らしい、はい、これぞまさにブラザーズのツーリングです、我々を連れてる方、あ、ま、間違いないですね間違いないですよ、千葉いいやつだな千葉グッジョブグッジョブグッジョブ、うめえじゃん中華スパ、うめえじゃん、はい、気になりました、気になりましたなんだその名前は、まあ、冒頭スカイラインの見どころはもうちょっと先なんで、まだ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 、なるほど、